リーバイ・ストラウス、リーバイ・ストラウス、レヴィ・ストロース、1829年2月26日から1902年9月26日は、ユダヤ系ドイツ人移民で、アメリカ人の起業家、ジーンズの世界的メーカーである、リーバイ・ストラウス社の創業者ファミリーの一人である。構造主義人類学者、クロード・レヴィコール・ストロースとは、同性で登園にあたるという誤解があるが、 同じユダヤ系でこそあれ血縁関係はない。リーバイ・ストラウスは、ストラウスが、性、クロード・レヴィコール・ストロースは、レヴィコール・ストロースが性にあたり、全く別の性である。リーバイ・ストラウスは、ドイツのバイエルン北部のフランケン地方ブッテンハイムで、アシュケナージ系ユダヤ人の一家に、レープ・シュトラウス、として生まれた。父親は、織物類の行商人であるヒルシュ・シュトラウス。 母親はレベッカハースであり、母のレベッカは父のヒルシュにとっての二番目の妻であった。レープの家族は二階建ての一階に住み、もう一つの家族は二階に住んでいた。一家の父ヒルシュは、レープが16歳の時に、主要のため死去した。そしてレープが18歳となった1847年に、母レベッカと二人の姉のマイラ、マイラ、フェンエラ、ボーゲラと共に、 ニューヨークに立った。そして、母親の違う兄である、ヨナ、ジョナス、ルイ、ルイが営んでいた、ジェイ・シュトラウス・ブラザーカンパニーと呼ばれる、織物類の卸売事業を手伝い始めた。1849年、レープは、ルイビルに移って生活し、兄たちの会社の品物を、ケンタッキー州で販売した。1850年に彼は、ローブ、エルビーが、 アメリカ人に発音できないため、レビシュトラウスで知られていた。その年に、姉のファニー、フェーゲラとユダヤ人移民で、織物賞のデビッド・スターンは、今年、ミズーリ州セントルイスに移った。1853年1月、24歳になっていた。彼は、念願のアメリカ市民となり、英語読みのディーバイ・ストラウスと名乗ったが、正式なサインは、ローブと書いていた。ストラウス家は、 カリフォルニアゴールドラッシュの商業の中心だったサンフランシスコの西海岸でファミリーによる織物類のビジネスを開設することを決めた。リーバイはファミリーの代表として選ばれサンフランシスコ行きの蒸気船に乗った。彼は1853年3月の初めに到着しファニーの家族と合流した。リーバイはファニーの育ち盛りの家族と一緒に生活することとなった。 リーバイは、義理の兄のデビッド・スターンと共に、リーバイ・ストラウスカンパニーという織物類の卸売事業で開始した。ニューヨークの兄たちから、織物類、衣料品、寝具、櫛、財布、ハンカチまでを卸した。当時は、ゴールドラッシュの最盛期であり、ストラウス家は、金の鉱山労働者が、衣服や、縫製の需要を持っていると、メロンだ。彼らは、テントや、 ニューマ社のホロを作るために、キャンバスホルノを準備し、鉱山労働者に販売した。1872年、ストラウスはネバダ州リノで洋服店を営むからの手紙を受け取る。デイビスはリガ出身の移民で、ストラウスの上顧客の一人であった。その手紙にはデイビスが客のために面白い方法でズボンを作ったことが書かれていた。彼はズボンに金属病を用いたのであった。 デイビスには特許を取得するための資金がなかったため、ストラウスがその資金を提供し、彼らのビジネスに加わったデイビスと共同で特許を申請した。1873年5月20日、ストラウスとデイビスは、デニムの作業ズボンのポケットを、同性の病で強化する特許を特許番号139,121号として取得した。リーバイ・ストラウス社は、 ニューハンプシャー州マンチェスターのアモスキーク社製の骨のを用いて新しいスタイルのワークパンツとして最初のブルージーンズを製造し始めた。1902年9月26日にリーバイ・ストラウスは73歳で死去した。彼は一度も結婚することはなかったので彼の姉のハニーの息子であるジェイコブ、ルイス、エイブラハム、ジークムントの4人の老いが会社を引き継いだ。彼はまた 太平洋ヘブライジン孤児保護施設とローマカトリック孤児保護施設のような数々の事前団体に遺産を残した。リーバイの財産は約600万ドル。2014年の価値で換算すると約1億6400ドルと推定された。彼はカリフォルニア州のに埋葬された。会社は1906年のサンフランシスコ地震とその後の火災により、 嘆きを受けたが再建することができた。その後、ジェイコブ・デイビスは株を会社に売り戻した。ィーバイ・ストラウス博物館は、シュトラウス家の聖火であり、1687年に、ドイツのブッテンハイムに建てられた。ィーバイ・ストラウスカンパニーの世界本部である、来客施設も、サンフランシスコあり、歴史的な品の数々を展示している。ィーバイ・ストラウス財団の始まりは、 1897年のカリフォルニア大学バークレー校への寄付であった。ドイツのサイトより家系図が公開されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。